1789年、寛政の改革が圧迫せしく、一つの魔性の魂が一家を挙げて蘇った。大地を揺るがし、出現した城は島原の人々を災いに染めている。それに呼応するかのごとく、己が身を修羅に変えた。定めに生きる者たちが現れた。Oh,